趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はシャオミの 13T Pro レビューを行っていきたいと思います。ちなみに今この動画に関してはシャオミの 13T Pro で動画を撮っておりますので、動画の性能とかあのマイクの性能のチェックにちょっと使っていってもらえればなと思います。これオープニングだけですね。で、あのシャオミの 13T Pro に関しては 13T シリーズ、私のチャンネルでは結構ね動画を上げております。まあワントピックで例えば 13T Pro と 13T 無印の違いってどうなのみたいなやつですね。で、今回の動画に関しては、まあ、網羅的にちょっとレビューを行っていきたいと思っておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。いやいやと、でもこのシャオミの 13T Pro ちょっと遅すぎだろって思うかもしれません。まあ、これはね、確かに事実で、ちょっと私がいろいろ動画を作るの遅くなってしまったというのはあります。ただ、意外とね、実はこのタイミング重要なのかなと思っております。というのもですね、年末、2023年の末にスマホの値引き規制みたいのがあって、で、1月にこうリニューアルが入ったと思うんですけれども、まあ、一通り落ち着いたのが今2月のタイミングですよと。あとは 13T Pro ちょっとなんか不具合というか、なんか良くない噂みたいなものがちょこちょこ出てたんですが、それがこう一通り出揃い、かつメーカーの対応とかどうなったのっていうところがあるので、まあ、その辺のね、振り返るいいタイミングなんじゃないかなと。まあ、この製品をね、総合的に評価する、タイミングになるんじゃないかなというふうに考えております。ということで、じゃあちょっとシャオミの 13T Pro、まあ、総評と言いますと、大画面の純ハイエンドスマホというのがね、意外と珍しいんですよ。純ハイエンドで、この大画面というのが珍しくですね、そこが特に魅力的なポイントなんじゃないかなと私は思っております。で、意外とミドルレンジとか、そういったね、プロマックスみたいな、プレミアムフラグシップ、あとはナンタラウルトラね、シャオミ13ウルトラとか、ギャラクシー S24 ウルトラとかだと、大画面って結構多いんですけれども、この純ハイエンドですよね。まあ、10万円前後ぐらい。ぐらいのエリアでちょっと意外と少ないというのがあります。まあ、例えばゼンフォン10だとか、あとはピクセル8とかね、ピクセル8とか、ギャラクシー S23、24とか iPhone15 無印とかね、その辺が多いんですけれども、今回ね、こいつしっかりと大画面というところが意外と珍しいポイントになってきます。で、あとはですね、やっぱり一番気になるのが、13T Pro は先ほどお話した通り、各種不具合情報があります。ただ、個人的にはね、これ気にする必要はないと思っております。これはね、まあ実質的には週刊誌のゴシップみたいなもんですよ。なんか不具合っていうと結構多いって思うかもしれないんですけども、実際には影響がないってやつですよ。なんか週刊誌とかもそうじゃないですか。なんかインパクトはありますけれども、正直どうでもよくて、我々に重要なのってそれよりも、ニュースとして重要なのは、例えば明日の天気とか、あとはマイナンバーがどうのこうの、マイナンバー病院で使えるのとか、なんですかね、あと税金のこととか、それと同じイメージで、まあ、今からお話しするちょっと細々とした内容になっちゃうかもしれないですけども、その辺の方が実際に使っていく上でははるかにインパクト大きいと。では撮影スタイルをいつものパターンに戻します。もう13T Pro で撮ってる動画ではないので、そこだけご認識いただければと思います。で、ちょっと詳細というか個別的なお話をしていきたいんですが、まずはスペックをちょっと簡単に、ね、紹介していこうと思います。これ公式ページのものから引用しているんですが、まずカメラですね。これが三眼構成となってます。で、メインレンズが5000万画素の IMX707 だったと思います。で、今までの特徴の比較としてはですね、2億画素だったと思うんですね。12T Pro とか、12T Pro あると思うんですけど、そこから5000万画素にダウンはしているんですが、センサーサイズ大きくなっていますし、12T Pro はあれですよね、サムスンのセンサーだったと思うんですけれども、まあ IMX ってことでその辺は期待できるんじゃないかなと思われます。そして2倍ポートレートとあと超広角っていう構成となってます。なんで、2億画素だと比較的こう遠くのものを簡単に撮れるみたいなのあると思うんですけども、それは今回はポートレートズームで補うみたいな、望遠レンズで補うみたいな感じなんじゃないかなと思います。あとはディスプレイに関しては、144Hz で、あと、輝度ですね。これも2600nitということで、少なくとも数字的にはかなり高いというのが言えますよと。そして、各種仕様ですね。これに関しても日本仕様となっていて、防水防塵ですね。IP68 に対応してますし、フェリカだとか、その辺にも対応してます。で、SOC がディメンシティ9200プラスということで、まあ、ディメンシティなのがちょっとどうかなっていうのはあるんですけれども、性能自体はめちゃくちゃ高いです。アンツツベンチマーク、バージョン10だと150万点ぐらいいくんですかね。今最高だと200万点ぐらいいくんですけれども、本当にね、最高水準と、少し劣るんですけど、と言ってもいいと思います。あとは 120W 充電ですよね。これもまあ今までの T シリーズの特徴であるんですけれども、まあそこも特徴になるかなと思います。まあこんな感じで、まあ一部ね、もちろん T シリーズなんで削られてるところはありつつも、
こう、本当に実用性の高いところは残してるみたいな。で、コストパフォーマンスを出してるみたいな。そういうのが特徴になってきます。ということで、じゃあもっとね、詳細のところに行きたいんですが、まずあるのが、先ほども出てきたこのディメンシティのチップ。確かに高性能であるんですけれども、もろもろ大丈夫ですかっていうのが懸念として挙げられると思います。でね、まあ日常生活では全く問題がないと思います。じゃあ例えばですね、アプリの開閉ですね。これを見てみましょう。右がピクセル8で、左が Xiaomi 13T Pro となっております。じゃあまず Gmail ですね。まあ、ほぼほぼ同じっていうのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。こんな感じです。はい、YouTube 開きます。こんな感じ。あれ、ショートが。ちょっと今、開きがちょっと違ったんですが、まあこんな感じで。比較的、ピュアアンドロイドの方が軽いと言われることは多いんですけれども、それでもほぼほぼ同じくらいのスピードになってるっていうのが分かるんじゃないでしょうか。そしてもっと見ていきたいのが個人的にですけれども、PayPay のミニアプリのスピードですね。ミニアプリって結構便利であるんですけど、やっぱりなんか外部から呼び出してるみたいな感じなんで結構重いんですよね。じゃあ例えばもう早速チラシを言ってみますか。これ PayPay 上で各種店のチラシを見れるみたいな機能が最近、まあ少し前ですかね、できたんですけど、ちょっとやってみましょう。起動はまあ同じぐらいですかね。続いてビッグカメラ有楽町店の起動を見てみましょう。まあほぼほぼ同じですかね。ちょっともうすみません、違いがあんまり出なくて今困ってるんですけど、GU マロニエゲート。あ、今ちょっと若干ピクセルの方が早かった。ちなみに今、ちゃんとWi-Fi だけになっていることは、同じ Wi-Fi 繋いでいて、モバイルデータ通信は切っているっていうのが一応、確認としてわかるんじゃないでしょうか。次にクーポンをちょっと見ていきますか。クーポン。はい。まあ、ほぼほぼ同じですかね。ローソン。はい。ちょっとすいません。ほぼほぼ同じではあったんですけれども、まあ、少なくともピクセル、まあ、ピクセルの方が SOC の性能本来ではかなり低いはずではあるんですけれども、まあ、少なくとも同じぐらいの価格帯のものと同じぐらいのスピードになっているというのは分かってもらえたんじゃないでしょうか。ただし、動画の書き出しですね。これは、ルマフュージョンってちょっと今回私がいつもよく使っている動画編集アプリでやってみたんですが、ピクセルの方が早いんですね。こんな感じでちょっと逆になって申し訳ないです。ピクセル8に関しては、元 G の動画ですね。元 G53Y の動画が4分40秒で書き出しができました。これ20分ぐらいの動画なんですけど。一方で 13T Pro に関しては6分30秒ということで 1.5 倍ぐらいかかっちゃってるんですね。まあ、この辺はよく言われるそのディメンシティの最適化不足っていうところもちょっと、まあどちらかというとそのアプリの問題もあるんですけれども、ちょっとかかってくるのかなと思います。動画の書き出しっていうとその GPU とか、その後最適化とかの問題結構大きいと思いますので、まあそれで言うとちょっとゲームとかする人にとっては、少し懸念が残るんじゃないかなと思います。まあそういう人にとっては、例えば12T Pro とかですね、こっちはスナップドラゴンなんで、そっちを使ってもらった方が安全かなと思います。まあとはいえね、こういった、まあ、PayPay だとか、各種ブラウザとか、SNS とかに関しては、全く問題がないと思います。で、あとはですね、まあ、長く使ってもですね、まあ、最適化不足ってちょっと問題あるかもしれないですけど、パワーはありますから、まあ、長く快適に使えるっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。で、もう一つ、そのディメンシティのデメリットというか、としては、Bluetooth のコーデックですね。で、これが、ディメンシティ、SOC に関してはディメンシティとスナップドラゴン、まあ、クアルコムですね。大きく2つ、2種類ございますよと。で、Bluetooth の規格もですね、そのクアルコムが何て言うんですかね、特許持ってるって言うんですかね。クアルコム系の規格っていうのがあって、それがディメンシティのチップだと使えないっていう問題があるんですね。例えば、アプト X なんたらっていうのは基本的に、クアルコムが使っ、なんで、規格なので、それが使えません。具体的に言うと、アプト X アダプティブですね。これが結構低遅延で、高音質。で、かつ、比較的、いろんなイヤホンで使えるっていうことなんですけども、こちらの 13D Pro に関しては使えないっていうのは、まあ一応、注意点としてはあります。まあ、ただ、普通に使う分にはね、まあ、一応 LDAC もありますし、あとは、まあ、AAC とか SBC でも、そんなに、どちらかというと、イヤホンの音質とかの方が問題になってくる。あと、音源とかですね。そっちの方が重要になってくるので、まあ、実生活で言うと、そこまでこだわる人でなければ、まあ、大きな差はないんじゃないかなと思います。で、次、これちょっと先によく、あんまり良くないというか、微妙な点から、ちょっとあえてお話ししていこうと思います。まあ、この、その 13T Pro ね、基本的には弱点がなくて、いいスマホではあるので、だからこそちょっと先にね、出しておこうという感じでございます。で、バッテリー持ちに関しても、まあ、そんなに良くはないかなっていう印象がありました。比較的この大画面でバッテリーを多く詰めるはずなんですけども、そこまででもないと。例えばですね、動画の書き出しとか、ちょっとこれ 13T 無印とプロとの比較になるんですけど、やっぱり無印の方が SOC のパワーは若干弱いっていうのもあって、その分消費も少ないっていう印象があります。
で、あとは、ま、13T シリーズ全体に言えることなんですけれども、やっぱりリフレッシュレートが最大 144Hz ってことで、その辺も結構バッテリー消費を大きくしている要因なんじゃないかなと思います。で、まあ、無印との比較で言うと、やっぱりそうですね、5% ぐらい、バッテリーの消費は早いのかなという印象がありました。で、あとはちょっと感覚ベースになってしまいますけど、最近のそうですね、スマホと比べると確かにやや悪いかなというのがあって、特にやっぱり使うとね、何らかスマホを起動して使うとかなりがっつり減るのかなという印象がありました。待機時であればですね、基本的には、この管理アプリを見てもですね、そんなに 0.7%、0.5% とか、そこら辺なので、まあ普通のスマホと大体同じようなもんですよ。ただやっぱり最高性能とは言わないですけれども、相当性能の高い SOC なので、その分こう、がっつり、電気を持っていくみたいな、そういう感じなんだと思います。とはいえ最近のスマホってかなりバッテリー持ちいいんですよ。なんでそれをこう、それと基準にした時のやや悪いっていうことなので、まあ1日ぐらいであれば普通の利用用途であれば全然使えます。から、まあそこまでね、気にするほどではないんじゃないかなと思います。でもっと言うと、まあ 120W 充電ありますから、仮に減ったとしても、少なくとも付属の充電器が用意できる環境であれば、がっつり充電できますので、その辺は気にする必要はないんじゃないかなと思います。で、あとはですね、まあ重くて比較的でかいというのがあります。で、重さで言うと 200g なんで、別にそんなに重いわけではないんですよね。ただ、このやっぱり、ね、フラットディスプレイで比較的ゴツゴツしていて、厚みも比較的あるっていうところで、持った感じね、結構重く感じるというのがございます。例えば、OPPO のリノ10 Pro ですかね。これも 6.7 インチ、13T Pro と同じ画面サイズではあるんですけども、インチ的にはね、インチ的スペック上同じサイズではあるんですけれども、リノ10 Pro の方が圧倒的に持ちやすいですね。要因としては、これ同じ画面サイズ数ではあるんですけれども、やっぱりリノ10 Pro の方が縦長っていうのと、あとは薄いと。で、かつ、エッジディスプレイなんで、リノ10 Pro に関しては。そういうのはあって、比較的軽く感じるんですけど、これはね、結構、正直重く感じるっていうのは間違いないです。まあ、ただ、これに関しては、後ほどお話ししようと思ってますが、まあ、重さとか大きさって基本的には慣れると思うので、まあ、そこまで気にする必要はないんじゃないかなと思います。で、次が、これちょっと不具合みたいな話になっちゃうんですけれども、結露問題ね、皆さん知ってる人いるかわかんないですけど、結構噂されております。発売直後の12月初旬とかにはですね、結構夜間動画撮影をね、すると、曇っちゃうよみたいな問題が、まあ、特に一部の、インフルエンサーというか YouTuber の方とかですね、話してたりとか、あと Twitter とかでも各種、報告が上がっておりました。ただ、まあ、私も実際それあった、出くわしたんですけれども、少し経てば消えますし、一週間ぐらい使うとですね、そもそも全く起こらなくなるっていうのがあります。まあ、なんで、そんなに気にする必要はないんじゃないかなとは思います。で、もう一つ不具合情報としてあるのが、プラチナバンドをつかまない問題というものが発生しておりました。これは主に au 系の電波ですね、バンド18とか26とかだったと思うんですけど、そういったプラチナバンドが、うまくつかまないんじゃないのっていう問題がありました。で、実際私のね、13T Pro、オープンマーケット版ですけれども、それに関してもその問題があったんですね。で、これに関しては、まあ、2月2日ですね、今実は2月3日であるんですけれども、そこでアップデートが入ってましてですね、この、あれですかね、告知が、正式にも Xiaomi のホームページとかも来てるんですけれども、こんな感じでソフトウェアアップデートのお知らせということで、一部周波数バンド18、26に通信できない不具合を解消しましたというのがあったんですけれども、これによって確かに解消されておりました。実際私のところですね、メディアテックのエンジニアモードでバンドの調整をしますと。そして、基本的にはなんか昔だと41とか1とか3とかそういう高周波数のやつしか対応してなかったんで、対応してか受信できなかったんですけれども、これで今 UQ モバイルで通信してみますとですね、これちゃんとバンド18対応してるってか電波掴んでるっていうのがわかるんじゃないでしょうか。で、なおかつ通信に関しても全く問題なくてですね、まあ適当に今サイト開きましたよとか、こんな感じで Google バードのやつとかも開けますし、全く通信に関しては問題なく使えるようになりました。なんで、これはね、ちゃんと解消されたってことで素晴らしいんじゃないかなと思います。まあ、そもそもこんな不具合出すなよっていう気持ちはわかるんですけど、まあ実際ね、プラチナバンドを掴まなかったとしても、私の生活環境では特に問題はありませんでした。結構都市部に住んでいて、東京に住んでて、まあ地下とかよく行くことはある、また電車とかね、地下鉄みたいに乗ることはあるんですけれども、特に気になったことはなかったです。まあとはいずれにしてもね、解消されたってことで、良かったんじゃないかなと思います。使ってちょっと困ってる人いたらすぐにアップデートしてほしいかなと思います。では続いてカメラですね。カメラ性能を言ってみたいと思います。で、これでやっぱり純フラグシップとしては相当すごいと思います。総評としてはね。で、まずやっぱり特徴としてあるのがですね、電飾看板系の処理ですね。まあこれ Xiaomi 結構強い分野ではあるんですけれども、
これ特にすごいなという印象がありました。こんな感じでちょっと撮ってみてるんですけれども、Xiaomi の14 Pro とかと比べても、まあ、確かに違和感あるっていうと、まあそれは否定できないんですけれども、結構ね、パッと見た感じにすごいっていうのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。こう、看板とかはね、くっきり見えるみたいな感じです。ディメンシティっていうことで、ディメンシティのデメリットのもう一つあるのがですね、ちょっと緑がなんか黄色っぽいというか、いわばディメンシティグリーンですよね。っていう感じになっちゃうんですけれども、まあ、比較的それは抑えられてるんじゃないかなと思います。今 12T Pro と 13T Pro で比較をしております。で見ると、まあ、若干確かに 13T Pro の方が黄色っぽいなっていう印象がありますけれども、まあまあいいんじゃないかなと思います。で、あと 12T Pro との比較で言うと、まあナチュラルっていうのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。こんな感じで 12T Pro 特に AI 処理をオンにするとなんか変、すごいモリモリな感じになっちゃう。スナップドラゴンのチップではありつつも、ちょっとモリモリな感じになっちゃうなっていうのがあるんですけれども、まあそれに比べると、かなりね、ナチュラルで、こう、なんていうんですかね、一般受けするというか、っていう感じには間違いないんじゃないかなと思います。あともう一つ 12T Pro との比較で言うと、今ちょっと動画をお見せしちゃってますが、超広角ですね。これもいいとは思います。12T Pro の超広角、まあ画素数的にも、センサーサイズ的にもかなりおまけではあったんですけれども、それに比べると普通にちゃんと使えるっていう水準になってるっていうのがですね、いいんじゃないかなと思います。もう動画でちょっとわかりやすく伝えちゃってますが、もう 12T Pro に関してはブレブレで、なんか手ブレもすごいと、白飛びもすごいっていう感じなんですけども、比較的それはないかなっていう感じです。で夜景も当然良好ですよね。例えば 13T 無印ですね、とかと比較しても、ちゃんといい感じの処理が入ってますし、なおかつ、Xiaomi 全般に言えることであるんですけれども、夜景モードの処理時間が非常に短いっていうのも、まあいいポイントなんじゃないかなとは思います。では次に2倍望遠ですね。まあこれもそうですね、まあメインとの色合いの差が結構出ちゃうとかっていうのが結構他のスマホだとあるんですけども、それ比較的なくていいんじゃないかなとは、思います。まあ、ただ、やっぱ望遠性能っていう意味だとそんなに良くなくてですね、個人的にはその2倍望遠積むのであれば、クロップズーム対応の方がありがたかったんじゃないかなと思います。まあ、試しに、例えばピクセル8ですね、これ望遠レンズついてなくてクロップズームのものなんですけれども、それと比較しても実は夜景モードとかね、ピクセルの方が良かったりするんですよ。まあ、これはそもそもその UI というか機能的な問題で、夜景モードの自由に倍率調整がですね、Xiaomi はできないんですね。例えば 13T Pro であれば 0.6 超広角と1倍とあと2倍ですね。これしかできないんですが、まあ、Pixel とか、まあ、他のスマホもそうですけども、基本的にはどの倍率も自由に調整できるので、そこでこう差が出てきてるんじゃないかなと思います。Pixel に関してはなんで夜景モードで最大倍率で撮ってるんですけれども、Xiaomi に関してはそれができない最大倍率の場合ですね。まあ、なんで、こうかなり倍率を上げた時に関しては、まあ、これ8倍ですけれども、やっぱりピクセルとか他のスマホの方が軍配が上がるんじゃないかなと思います。で続いて昼間こう倍率を上げた時どうなるかって話なんですけれども、まあこれもね、これはまあどっこいどっこいなのかなと思います。鮮明さみたいな、パッと見の綺麗さみたいなのはピクセルにあるんですけども、よくよく見るとやっぱピクセルってゴリゴリに加工かけてるんで、ちょっと不自然かなっていう感じがあるんですよ。それに対して、まあ、Xiaomi はですね、比較的こうナチュラルに、かつ、まあ、そこそこ、一応2倍光学望遠対応してますんで、比較的、まあ、ナチュラルに、ちゃんと撮れてるっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、次に、その望遠レンズで見る観点としてはですね、特に2倍望遠みたいな、まあ、比較的低めの望遠の時はですね、焦点距離の問題が出てきます。2倍望遠だと比較的日常使いしやすいっていうメリットがある一方で、どうしても望遠レンズなんで焦点距離がうまく合わないってことがあるわけですよ。近くのものだとボケちゃうというか。で、それが、まあ、多分特に OPPO のリノ10 Pro とか、最近、まあ、割と直近で出た、2倍望遠対応のスマホですけれども、あれ結構焦点距離遠くてうまくピントが合わないっていうケースが多々あるんですけれども、まあ、12T Pro は比較的、13T Pro ですね。13T Pro は比較的ないのかなという印象があります。とはいえ、やっぱりクロップズームだと比較的もうほぼほぼそういった問題って起こらないので、まあ、そっちの方が良かったかなというのがあります。次ですね、UI 的なところを見ていこうと思います。まあ、基本的には他の Xiaomi と同じ UI ではあるんですけれども、一つ特徴としては、自動調整レンズモードみたいなのが入ってます。これですね。自動調整レンズという項目があります。これ何かというと、1倍ですね、広角レンズとあと望遠レンズとの切り替えが、これ自動切り替えにするのか、もしくは強制切り替えにするのかっていうものです。まあ、先ほどの焦点距離の問題ありましたけども、焦点距離がうまく合わないと AI が判断したときは、この望遠レンズに切り替えずに、普通のこの広角のクロップズームを使うみたいな感じなんですよ。
まあ、ただ、このね、問題のデメリットとしては、この機能のデメリットとしてはですね、うまく切り替えないときがあります。どうしてもやっぱり AI なんて切り替えにミスっちゃうんですね。なんで、遠くのものを撮りたいときとかになぜか、この標準レンズのクロップズーム、デジタルズームを使っちゃうみたいな問題があるので、まあ、そこは注意点になってくるのかなと思います。まあ、たまにこの 13T Pro のレビューをね、他の方のレビューを見ますと、うまく望遠レンズに切り替わらないみたいな問題が、結構取り上げられてるんですよ。で、これはその原因はですね、自動調整レンズをオンにしているからっていうのが原因としてあります。はい、1080p30fps でピクセル8と 13T Pro ですね、比較をしていきたいと思います。いかがでしょうか。まあ、マイクの性能とかも含めて10万円、定価ベースだと10万円ぐらいの水準になってきますので、ちょっと見ていきたいんですよね。で、 13T Pro はプレビューで見るとですね、結構白飛びが目立ってます。ただ、まあ、他の Xiaomi 製品もそうですけれども、実際こうファイルとして後で見るとちゃんとしてるみたいなのありますので、そこも含めて後で検証できればと思っております。はい、1080p30fps で動画を撮っております。まあ、シャオミに限らずですけど、動画の比較って難しいんですよね。なぜかというと、いろんなモードがあるからです。例えば、シャオミだと、夜景モードの動画バージョンがありますよと、あと、HDR をオフにするのか、オンにするのか、みたいな話があるんですけれども、ここに関してはもう、混じりっけなしの動画モードで比較をしております。HDR とか一番ちょうどいいかもしれないんですけども、HDR ってなんかピントのブレがね、結構あったりするんですよ。で、夜景モードに関してはちょっと UI があまり良くないっていうことを考えると、まあ、なんだかんだこの普通のやつで検証するのが、まあ、一番いいのではないかというふうに考えております。ではちょっと終盤に入りつつありますが、ディスプレイお話ししていこうと思います。先ほどもお話した通り 144Hz の最大 2600nits ってことでいいんですけれども、やっぱりね、まずその 144Hz は個人的にはいいと思います。多分バッテリー消費が高くなっている、ちょっと多めになっている要因の一つではあるんですけれども、やっぱり目は疲れにくいっていうのが私の印象ありますね、明らかに。で、確かに目で見た時にね、少なくとも 120Hz と 144Hz っていうのをブラインドテストされたら、まあ、確かにわからないと思います。ただ、実際にね、ある程度スマホを使った後の目の疲れにくさっていうのは、確かにね、明らかに違うと思います。まあ、60Hz とかも比べたらもう明らかですよね、とは思います。で、続いて輝度なんですけれども、まあ、2600nits を体感できるほどですね、ほどの、なんかメリットは感じないっていうのが正直なところであります。ただね、これ別にスペックを下げてるわけではなくて、やっぱりそのニットの計測方法がですね、なんか特定条件の時じゃないと結構明るくならないみたいなんですね。で、今参考までに最大輝度にして、この 13T Pro が左ですね。で、12T Pro に関しては右に表示してるんですけれども、明るさはそんなに変わらないっていうのがわかるんじゃないでしょうか。まあ、ただ、なんか直射日光とか強い光が周囲にあると、この 13T Pro 結構、輝度上がるみたいなので、まあ、特定条件であるんですけれども、そういった感じとなってます。まあ、期待するほどではないかなっていうところですね。まあ、ただ、品質が高いっていうのは間違いないですね。で、続いてディスプレイの形状ですけれども、これフラットディスプレイとなっています。まあ、T シリーズって基本的に、フラットディスプレイだったと思うんですけど、まあ、個人的にはちょっと残念ですよね。先ほども重さのところでお話した通り、ちょっと持ちにくいかなっていう印象はあります。ただ、まあ、世間的にフラットディスプレイの方が人気ですので、まあ、そういった感じですね。で、次にスピーカーなんですけれども、まあ、これね、そんなにいいわけではないです。まあ、とはいえ別に品質が悪いとか、アクオスみたいに悪いっていうわけでもないですし、まあ、そもそもスピーカーでどれぐらい重要なんだって話はあるとは思うんですけれども、例えばですね、これ見ればわかると思うんですが、上のスピーカーですね、これが 12T Pro と比較しても、まあ、見た目の話になっちゃいますけれども、明らかに小さいんですよね、ここの穴が。そういうところからも、まあ、そこまで良くないっていうのが、まあ、想像つくんじゃないかなと思います。で、あとは、例えば Pixel 8とかと比べても、これちょっと、完全に私の感想になっちゃいますけれども、まあ、そんなに良くないかなっていう印象がありました。まあそこはいいかなと思いますけどね。あとは MIUI ですよね。これもちょっと、まあ詳細な解説は避けたいんですけれども、簡単にいいところをお話ししていこうと思います。まあ、MIUI はね、基本的にはめちゃくちゃいいです。
例えばいいのがですね、この SIM の切り替えですよね。これが簡単にできるっていうのがですね、結構な特徴なんですよ。これなかなかね、他の UI だとなかったりもします。あと電話番号の確認が簡単にできたりするのもいいですよね。まあ、それ以外ちょっと MIUI って言っていいのかわかんないですけれども、このギャラリーアプリですよね。これの透かしを削除簡単にできたりとか、あと補正もいろいろ機能が揃っていて、例えばボケ機能とかね、めちゃくちゃ精度高いんですよね、これ。なんで、結構おすすめの機能だったりもします。これ早いですしね。で、Xiaomi HyperOS にアップデートされれば、さらに機能が高まると思うんで、そこもいいんじゃないかなとは、思います。消しゴムマジックとかも結構精度は高いですね。Google のやつとかも、少なくとも精度は負けてないかなという印象があります。ただ、まあ、注意点としてはですね、まず、あれですかね、ソフトバンク版の 13D Pro に関しては、セカンドスペースとデュアルアプリが使えないと。いう話でございます。まあ、セカンドスペースっていうのはパソコンみたいにユーザーを変えて全く別のスマホとしてログインできますよみたいなイメージです。で、デュアルアプリに関しては、PayPay とか SNS とかを複製できる。で、別のアカウントで利用できるみたいな機能なんですけれども、標準でソフトバンク版に関しては使うことができませんっていうのは注意点になります。まあ、ただ、何らかね、ちょっと私も調べてないですけど、どうしてもソフトバンク版で使いたい場合は、まあ、最悪外部アプリで同じような機能を提供しているのもありますし、あとは、なんか、ショートカットプラスとか、裏技的なものを使って、なんとかできる方法はおそらくあるんじゃないかなと思います。で、次に注意点としてはですね、フェリカですね、これ、当然対応しているわけなんですけれども、ちょっと使用注意してもらった方がいいんじゃないかなと思います。何らか、財布携帯アプリとか、モバイルスイカのアプリとかで登録した際にですね、これ一回リセットとかね、この辺の設定をいじらないとうまく使えないケースがあるので、気をつけてください。このデフォルトの決済アプリをどうするとか、なんかリセットみたいなところがあって、それ一回、これか、復元して、再設定しないとなんかうまくできないところ、時があるので、そこは注意してもらった方がいいんじゃないか。で、じゃあ、もともとお話しした、その大画面なんだけども、純フラグシップっていうところがなかなか実はないんですよってお話ししたんですけども、やっぱりね、大画面いいとは思いますよ。例えば、まあ、特にいいなと思うのが、ショッピングアプリとか使うときとかですね、大画面の方が明らかにこうしやすい、商品の選択とか比較しやすいですし、まあ、各種ブラウザとか、調べ物するときの情報効率の良さみたいなものは、まあ、明らかにいいと思います。大画面がちょっと嫌だっていう人もいると思うんですよ。例えば手が小さいからっていう人。で、手が小さいってそんなに言うほど関係ないと思うんですよね。なぜかというと、海外の人って、まあ、人によると思うんですけど、めちゃくちゃ手でかいのってわかりますかね？なんか海外旅行してる人とかわかるかもしれないですけども、手めちゃくちゃでかいじゃないですか。で、一方で、まあ、アジア人、まあ、特に日本人は、小さいって話だと思うんですけども、その手の小ささが、そのなんか、手が小さいから大画面スマホ難しいっていうことだとするとですね、多分日本人って相当ね、外国人と比べて小さいスマホを使わないと話が通じなくなってくると思うんですよね。その、手の大きさの違いを考えると。ただ一方で基本的には、実態としてはですね、グローバルと日本って、スマホのサイズって大体同じじゃないですか。まあ、比較的日本だと小さいモデルが売れるっていうのはあるかもしれないですけども、基本的に製品のラインナップとしては海外でも日本でも、わざわざ日本向けに小さくするとかってないじゃないですか。っていうのを考えると、まあ、別に、手が小さいから、でかいスマホ無理っていうのはちょっと思い込みなんじゃないかなと思います。まあ、いろいろ工夫できる点で言うと、どうしてもその、上の方に親指って届くのって、仮に、まあ、そこそこ、コンパクトなスマホだったとしても難しいじゃないですか、これって。なんで、比較的こう、下ら辺で UI が完結しているアプリを選んであげる。例えば、ブラウザとか、なんか、Chrome って結構上の方にタブがあってですね、操作しにくいと。ただ、まあ、例えば、Microsoft の Edge とかですね、そういう系のアプリって下にタブを選択したりする画面があるんですね、こういう感じで。まあ、なんで、そういうのを使ってやると全く大画面でも問題なくできるんじゃないかなとは、思います。まあ、強いて言うと、ちょっとポケットを入れた時とか、その、ボトムスの形状というか、デザインによってはちょっとボコッとなっちゃうよみたいなのはあるんですけれども、まあその辺は最近、あれですよね、多少こうリラックスしたシルエットのボトムスが主流ですから、そこまで気にするほどではないんじゃないかなとは思います。で、じゃあ他のスマホとの比較っていうところで言うと、まあ確かにね、その純フラグシップ的な値段で手に入るもの、まあ10万円前後ぐらい、まあ8万、9万ぐらいですかね、で、手に入るものだと、まあ、型落ちのフラグシップ、プレミアムフラグシップとかも土俵になってくるんじゃないかなと思います。まあ、例えば、iPhone 13 Pro Max とか、Pixel 7 Pro とか、Galaxy S22 Ultra とか、もちろん、まあ、それでもいいとは思うんですけど、やっぱり中古、基本的に中古でなると思うんですね、型落ちなんで。で、なると、やっぱり選球眼とか必要だったりとか、まあ、保証とか怖いよっていう人もいると思うんで、やっぱり手っ取り早いのは、手っ取り早く、
この比較的手頃なお値段で、大画面スマホを選べるとなると 13T Pro になってくるんじゃないかなとは思います。まあ、個人的にはそうですね、実は 13T Pro そんなに好きではないっていうのは正直あるんですよね。やっぱりエッジディスプレイが個人的には非常に好きで、操作性もいいですしっていうところですね。あとはカメラのところ、やっぱクロップズームの方が使い勝手いいかなって思うんですよね。やっぱりその焦点距離、特に私物撮りとかなんかお料理の写真とかよく撮るんで、そういう時に便利なのはクロップズームなのかなっていうことで、まあそうですね、例えばシャオミの14 Pro とか、あと使うんだったら正直レドミノート13 Pro プラス、あれクロップズーム対応してるんで、どれでしたっけ、どか、そうだ、今写真撮ってるんだ、これで今俯瞰撮影してるやつなんですけども、で撮ってやるっていうのが個人的にはおすすめかなと思います。これはあくまでこれ個人的な意見ですけどね。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画ではこんな感じで、使ってみてどうかみたいなところですね。まあ、今回だと、プラチナバンドを掴まない問題が、2月2日についに解決されたということで、はい。まあ、そういった、なんか実際の情報みたいな、実際に使う上でどうかみたいな情報をですね、お送りしたいと思っておりますので、そういうのが興味ある人っていうのは、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。